4日目のお昼はですね、一休食堂さんというところに行ってきました。今回は、肉そば、肉汁、あ、ごめんなさい、牛そば、牛汁というものを食べたくて、お店をいろいろ探していました。最初は新垣商店というところに行きたかったんですけど、日曜日お休みということで荒川商店、こちらも日曜日お休み、いろいろ探してるうちにですね、まあ、タクシーの運転手が、まあ、一休食堂って美味しいよって言われたんですね。ただお客さんの口に合うかなって言われてたので、まあいろいろ調べてみましたら、結構味が濃くてですね、まあ何でしょう、食べ慣れてない方ですと結構獣の匂いとか、その味の濃さで参っちゃう方がいらっしゃるらしくて、まあ、ここはあの牛の肉汁、肉そば以外にもヤギのそばとかヤギ汁もあるんですよ。ですからそういったものを食べるちょっとレアなコアな方がいらっしゃるお店なんですね。歴史は一番古いんです。ただ私はどちらかというとそういうお店が大好きなので、もう一休食堂行ったかだろうということで、伺わせていただきました。注文したのは、ヤギそば、あ、ごめんなさい、ヤギ汁、そして、牛そば、それとカレーライスです。なぜカレーライスか、それはですね、間違えたんです。本当は荒川食堂の、カレーライスが、八重山そばの出汁を使って美味しいカレーっていう情報を聞いていたのを錯覚といいますか誤解して、まあ、こちらで注文してしまった。で、出てきたカレーはただのカレーだったということですね。で、私、あのヤギ汁は昔食べたことあるんですけども、なんかちょっと癖がすごく強くて獣臭が強くて食べられなかった記憶があるんですね。ただこちらのヤギ汁はそんなに癖がなくて、まあ、私が大人になったからなのかもしれませんが、普通にいただけました。美味しいか美味しくないかと言われれば美味しくはないですよ、はっきり言って。これにご飯をつけて、一緒に食べる方がいらっしゃると思うんですけど、私はちょっと食べられなかったですね。牛そばは本当に美味しかったです。牛のお肉も柔らかくて、そばも、そばにはコシがないんですよ。この一休食堂は柔らかいんですね。すごい汁まで飲んでしまいましたね。ヤギ汁はもうこれが最初で最後でいいかなと思いました、正直言って。ただ一休食堂さんは人気でですね、11時半だったっけな、まあ開店と同時に私たち行ったんですけども、もうすぐに満席になりましたね。一人で来る方もいらっしゃいましたし、家族で来る方もいらっしゃいましたし、もうとにかく大人気のお店でした。なんか雰囲気が明石食堂にちょっと似てるんですよ、厨房とかね。か、人気の明石食堂とそっくりでした。ただですね、やっぱり貴重なヤギ汁、ヤギそばってなんかこうあんまり食べられる店がないので、もしそういう、ちょっと変わったものが食べたいなっていう方には、こういうコアな食堂もいいんじゃないかなと思います。